今年は、大関高景勝の三度目の優勝や、霧島と豊昇流の大関昇進など、大相撲界では様々な出来事がありました。年末恒例の第12回日韓スポーツ大相撲大賞では、今年の幕内力士30人を対象に、好記録や珍記録を表彰しました。第1回は、大枚逃したで、賞の高景勝と、 一攫千金賞の横綱照ノ富士関脇金の和歌が受賞しました。高景賞は、今年1年で、毛取り2058万円分の検証を取り逃がし、686本の検証に挑戦しました。彼の優勝と綱取りが2場所ずつなど、期待と注目が高まっていることを示す結果となりました。初場所の優勝は、125年ぶりの一横綱一大関、 という異例の番付でありこれが3場所続きそのうち2場所では照ノ富士が急上しました貴景勝は年間で懸賞34本以上の大地盤に挑み19番の取り組み数が最多であったしかしその内訳は11勝8敗であり収支はプラス279万円であった昨年は 大一番を四戦全勝し、一角戦金賞を獲得したが、今年は勝率が五割七分九輪にとどまり、四位となった。勝率十割であった照ノ富士と金の和歌が高景勝に変わり、一角戦金賞を獲得した。照ノ富士は七番、金の和歌は一番で無敗であった。照ノ富士は、 この七番の取り組み時間と獲得した検証額から換算すると、時給三億四千六百七十八万円という驚異的な数字となった。最多の検証は、五月の夏場所千秋楽の高景勝戦であり、六十本、百八十万円がかけられていた。また、年間唯一の大一番を制した金の若屋さん井の飛猿も四勝一敗で大検討した。大関の高景勝が十八日、 フジテレビ系、ジャンク SPORTS に出演。ネットフリックスで話題となった相撲ドラマ、サンクチュアリを見た人から同じ質問ばかりされると明かし、その質問はしないでほしい、と訴えた。高景勝は、今年に入って同じ質問をよくされるようになったと言いい。サンクチュアリ、って、めちゃめちゃはやって。そこで、 若い子にお尻を吹かせるシーンがあって、会う人会う人に、吹かせてるのって毎回言われるんです。稽古きついとかじゃなくて、と、ドラマの中で、先輩力士が後輩力士にトイレの後でお尻を吹かせるシーンは本当なのか、と、何度も何度も聞かれるという。貴景勝は、はっきり言います、吹かせてないです、と大声で断言。皆自分で吹きます、できなくてもおシュレットあります、とも訴え、 そこだけは、番組でしっかり言いたい。その質問はしないでほしい、と呼びかけていた。大相撲の冬巡業が19日、大阪の羽引野市で行われ、頃山親方の福園義文さんの死去に、関取や親方衆から痛む声が相次いだ。頃山親方は身長185センチ、体重116キロと筋肉質の細みながら、すっぱりなどで関脇まで昇進し、 土俵の鉄人、として愛された。同じ、二所の関一門の高景勝は、最初はびっくりしました。残念でしかない、と、鎮痛な面持ちで話し、四ころ山親方の世代の相撲を見て憧れたと述べ、次の世代に思ってもらえるように現役で頑張りたいという思いを語った。また、金の和歌は、沢田池武親方を父に持ち、 シコロヤマ親方と同じ年代に活躍した彼を昔から知っていて、いつもとても気にかけてくれていた。寂しいです。もっと元気でいて欲しかったです。と悲しみを表した。気にかけてくれるだけで、ありがいたい、と感謝。相撲一家で育った同じ境遇なだけに、以前に、お前の方がしんどいと思う。似たような気持ちはわかる。 と言われたこともありました。なかなか、他の部屋の親方で親身になっていってくれる人はいない。初場所で大関取りに挑む金の和歌は、いい報告ができるように頑張りたいです。と、恩返しを誓った。四頃山親方の学弟子、おもねえんの親友で、関脇、若元春も進行があり、寂しいですね。入院したと聞いて、心配していたんですけど、 と、悲しげな表情を浮かべた。よく声をかけていただきました。おもれんのことだったり、僕の家族のことも気にかけてくれた。娘にもよくしてくれたんです。お世話になりましたね、としみじみ。僕らにできることは一生懸命。相撲を取ること。その姿を見ていただけたらと思いますね、と話した。現役時代には、 38度の対戦がある春日の巡業部長も取材に応じ、同年代ということでね。残念ですが、彼は素敵な闘志に満ちた人でした。放置新聞社で彼とお別れすることを惜しんでいます。大関、高景勝時は三部屋は、冬巡業が行われた大阪府羽曳野市で、元関脇、寺尾のしころ山親方が亡くなったことに対し、 痛みの気持ちを表明しましまた。錣山親方は時は三部屋と二所の関一門に所属しており取り口は異なるものの好き押しに共通点がありました貴景勝は錣山親方の訃報に驚きましたが映像などで取り口を勉強しており錣山親方を知っている方々にとっては有名な力士だと述べています自身も1 6 5キロの体重を持つものの 関取りとしては小塚です。高景勝は、四国山親方が、数三八百六十勝を挙げ、歴代十位になったことを称え、彼の言葉が、自身にとって勉強になったと語りました。また、NHK 大相撲中継での解説でかっこいいと思わせてくれた四国山親方に憧れ、自身も力士になったと述べました。春日の親方は、 花の三八組の四五郎山親方と同学年であり、幕内で四十回近く対戦した。彼は、小気味良い突っ張りでファイト溢れる取り口を持ち、勝ち気な相撲っぷりも素晴らしかった。彼は現役時代を懐かしみ、定年まであと少しであったが、休みがちで心配していた。彼の面影を追い続けている。大相撲の大関、高景勝が、 18日放送のクシテレリ系ジャンク SP ORTS2 時間 SP に出演し自身4度目の優勝を成し遂げた秋場所を振り返った厚見富士との優勝決定戦を制し11勝4敗で並んでいたコロナ禍が収束した今回の優勝は高啓生にとって嬉しい出来事だった優勝後に子供と一緒に記念撮影をすることができ 高景勝の一つの夢が叶った。番組では、支配を手にした高景勝と息子のショットが紹介され、和田正俊さんも、A 写真やな、と感嘆していた。ただし、秋場所は苦労もあったようで、撮り直しもあり、優勝決定戦もあったので、18番も相撲を取りました。疲れがたまり、場所が終わってから、3日間は、 トイレと食事以外では起き上がることができませんでした緊張が解けると体の痛みが次々に現れたと振り返っていましたお気に入りのステーキ店で D ボーンステーキを楽しんだ僕は一人で四人前を食べるのが一番楽しいと思う番組では写真とともに四人前が5万2800円であることが紹介されスタジオは驚いた店では 特殊なリクエストもしているそうだ。焼きすぎずにお願いします。とお願いして、ステーキソースをたっぷりかけて、ほぼ、生の状態で食べるのが自分の楽しみです。と言っていた。豪快な食べ方に、アシスタントの佐久間南アナウンサーは笑って、ワイルドですね。と言っていた。大関高景勝は、フジテレビ系、ジャンクスポーツ、 に出演しました。そこで、巨人のイエス、戸郷翔正投手の前で、私は阪神ファンで、巨人が大嫌いです、と発言し、爆笑を誘いました。兵庫県芦屋市出身の高景勝は、理由として、甲子園から10分くらいで、小学校の同級生には、矢野元監督の娘さんがいるんですよ、と説明しました。 さらに、クラス全員が阪神ファンで、巨人が大嫌いです。と言い放つと、戸合も笑うしかありませんでした。隣の豊昇流は、私は巨人ファンです。と即座に答えました。理由も明かし、若い頃、空港で飛行機を待っていたら、すごく、大きな人が歩いてきました。それが原監督で、 君もお相撲さんか、と言われました。それから、私はファンになりました、と述べていました。大相撲の大関、高景勝が、18日放送のク士テレリ系、ジャンク SP ORTS2 時間 SP に出演し、